トベの新メンバー、元キスマイ北山博光に告示ファン騒然の衝撃告知。皆さん、こんにちは。今回は芸能界に大きな波紋を巻き起こしているトベ、トービーの新メンバーについてお伝えします。もともとキスマイフと2の一員であった北山博光に告示したシルエットが話題となり、ファンの期待が高まっています。詳細をお伝えする前に、 トベとは何か、そしてなぜこの新メンバーの話題が大きな注目を浴びているのかを説明しましょう。トベ、滝沢秀明氏の新たな舞台。滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、トベ、は、ジャニーズ事務所から多くの注目すべきタレントを受け入れ、その活動を支援しています。 これまでに三宅県、元キング・アンドプスの平野潮と神宮寺雄太、そしてインタクト・オーズノッド・ゴトベに合流し、その存在感を示してきました。そのため、新メンバーの発表はいつも楽しみにされていました。とバ・コンティヌード04、新メンバーの発表に向けた生配信。13日、トベの公式 X、旧ツイッターは、新メンバーの発表を予告しました。 17日の午後7時から、トバコンティヌード04、と題した生配信が行われる予定です。ファンはこの日を待ち望んでおり、新メンバーの正体についての情報を得るためにワクワクしています。ティザー映像、シルエットが話題に、この発表に先立ち、トベの公式 YouTube チャンネルではティザー映像が公開されました。動画内には、 黒い衣装に身を包んだ謎の人物がシルエットで映され、両耳にはアクセサリーをつけている様子が収められています。このシルエットが登場する瞬間から、ファンの興奮は頂点に達しました。ファンの反応、元キスマイフト2の北山博光に注目が集中。驚くべきことに、このシルエットを見た一部のファンは、北山博光の名前を挙げ、 彼の可能性を熱く議論しています。なぜなら、北山博光は8月末に、キスマイフト2を脱退し、ジャニーズ事務所を退除したばっかりだからです。そのため、彼の新たな舞台としてトベが注目されているのです。SNS での反響、トベの新メンバーに対する期待高まる。トベの公式 X 投稿からわずか30分で2万件を超える、いいね。 が集まっています。SNS 上ではファンたちが新メンバーの予想や期待を熱心に共有しており、飛べの新たな展開に対する期待が高まっています。結論、飛べの新メンバーに注目が集まる中、ファンの期待が高まる。今回の飛べの新メンバー発表は芸能界における大きな話題となっています。 特に、元キスマイフと2の北山博光に告示したシルエットが登場したことで、ファンの期待が高まっています。トベの今後の展開に注目し、17日の生配信を楽しみに待ちたいと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。新メンバーの正体が明らかになる日まで、ファンたちはワクワクと興奮を胸に抱いていることでしょう。 どのような新たなエンターテイメントが待っているのか、一緒に楽しみましょう。